今お送りしましたのはトバゴジャブという、レンブグシーシャープという、これもやっぱりスティールパンの生まれた国、トバゴ、トリニダード・トバゴという国の、フェイズ・トゥ・パングループという、もう本当最強のスティールパンバンドがあります。そこのね、リーダーですね、レンブグシーシャープという。太ったチャンネル、この間見ていきましたか？この間見ていきました。この間トリニダード・トバゴに行ったんですよね。行ってきます。話聞いてみたいです。僕も初めて行ったんですけど、それです。もう今の曲の作曲者のフェイズ2っていうバンドを見てきまして、いや、びっくりしましたね。いや、面白かったですね。で、最初僕がその着いた時にはもうその、ま、僕らはそのコンペティションに行ったんですけど、その大会行ったんですけど、で彼らもその大会用の曲をやってて、もうガンガンすごい音量でやってるんですけど、それはなんか関係者に見せつけるためにやってて、でそれが終わってちょっとしたら、なんか観客の人たち、その練習にいろいろお客さんたちが見に来るんですけど、ちょっと後に観客の人たちが帰った頃にその自分たち用の練習始めたんですよ。でその時にすごいちっちゃい音で練習を始めて、いや、その全く同じ曲やってるんですけど、全然違う曲のように聞こえるんだけど、その音楽的に成り立ってすごい気持ちよかったんですよね。それが衝撃的 で、次の日僕らのグループでも同じ練習やったんですけど、全然できなくてねちょっと頑張ろうって思いました。でもいい感じでした。なかなかできない体験ですよね、本当に。もう楽しかったですね。あ、皆さんもよかったらぜひ取り入れてこうやって貴重な意見を聞けて、本当に僕らも楽しいですね。総合くんですね。いや、僕もトリニダード行きたかったんですけれども、いや、学校がありましたねあとね、大体なんか学校のせいにできるっていうのはいいよな。そうですね。まあ、なんかあの最近できないもんね。学校の前にお金がないだろう。あ、なんか声が聞こえた。今天の声が聞こえたね。本当にいつもそう、いつもお父さんありがとうっていう気持ちになってたよ本当に。父な。いや。さあ、そんな感じで、そんな感じでやってまいりましょうか。はい。まだ。次の記事は、オールドレディー効果前が、あとは。さっきも言いましたね、ロードキッチンなんて人の曲です。
オールデリーアマイルアンダーハーフをお送りしました。はい、次でファースト最後の曲ですね。行きますか。行きますか。ブラウンスキンガーです。知ってますか。知らないです。じゃあハッピーな気合が入ってるんじゃないかと思って。ハッピーな曲でございます。行ってみましょう。Thank you.
ンドステージもお楽しみに。ありがとうございました。